YouTube をご覧の皆様、この番組はハーモニーチューブと題しまして、チューブを深く知り、チューブの素晴らしさを再認識して、チューブを元気にしていく応援番組です。愛知のものづくり、この地域の発展事業を真剣にやり、未来のチューブを担っていく方々の絆をつなげていきます。本日は中京大学スポーツ科学部教授渡辺康平先生と、私平松雅恵が一緒にナビゲートしていきます。そしてゲストは、杉山女学園大学生活科学部管理栄養学科大口健二教授にお越しいただきました。今日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、教授のご紹介をさせていただきます。1968年岐阜市生まれ、はい、岐阜大学大学院医学部研究科博士科、修了後、民間企業や公的な研究機関の研究員をされて、現在杉山女学園教授として13年目になられたということです。これまで約25年間一貫してですね、皮膚に関する研究を続けられ、皮膚はとてもユニークな臓器、そうです、このことはびっくりしたんですけど、臓器であり、研究対象としても魅力的に思えて、現在は自分のバックグラウンドである皮膚科学に栄養学を絡めた研究、美容栄養学を研究してみえます。今日のお話は、老けない美肌になるための秘訣を、はいはい、もう教授から教えていただけるということで、もうめっちゃくちゃ楽しみに、はい、してきましたし、ご覧の皆様もきっと楽しみにしてみると思います、はい、ということでですね、今日は特別にですね、大口先生のお話をこうお聞きになりですね、視聴者の皆さんからチャットでの質問をリアルタイムでお受けいたしますので、はい、ぜひ皆さん質問をですね、こう書いていただいて、先生が答えていただける機会があると思いますので、そちらもぜひ積極的にお願いしたいと思います。はい、それでは康平先生、大口先生との接点お願いします。そうですね、杉山女学園大学にいる、まあ、共通の共同研究者の先生を通してですね、まあ、大口先生と知り合いになりまして、今も、まあ共同研究なんかも学生を通して一緒にやりながらですね、いろいろと先生の研究をこう知っていく中で、もちろん先ほど冒頭にあったような皮膚という面とこう栄養という面、まあ非常に面白い組み合わせだし、あとはですね、先生のこう人間としての魅力ですね、あと男性としてやっぱ先輩ですけど、若々しいじゃないですか、うん、はい、やっぱイケてるおじさん、イケおじの先輩として、僕もこういう年、ね、の取り方したいなとか、そういうことも思いながら、まあ、もちろん今日は研究の話いろいろしていただきますが、うんうん、まあ、その中でこう先生のちょっと人間的な魅力なんかもお伝えできたらなと思って、もう はい、いつも康平先生は憧れの方をこちらのゲストのお呼びになってですね、これを機会にということで、はい、いろいろと、ね、僕も勉強したいんで、うん、そうですよね、はい、年齢ってお聞きしても大丈夫ですよ、さっきもう生まれいっちゃったので、はい、54歳です。どうでしょうね、やっぱり見えないところから、ね、ね、やっぱり研究されてる内容をね、こう、うん、ご自身で多分実践されて、はい、若々しく保たれてるのかなと、ね、ね、はい、まあ、いつもいろいろこう学校の、ね、授業とか、まあ、他でもですね、講演をされていると思いますので、はい、その一部になると思いますけれども、はい、今日はこの場でですね、ぜひお願いできればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、今日はもう短い時間なので、うん、もういろんなことを話したいんですけども、今最近、まあ僕が特に学生あるいは市民講座等で、うんうん、伝えている内容について、うん、お話したいと思います。はい、まず1枚目の、はい、スライドを、見せていただけますか。今これが、はい、うちの大学の研究室ですね。あ、はい、主に先ほどちょっと紹介していただいたように、皮膚科学と栄養学を、まあ、融合したような、うん、まあ、美容栄養学っていうような研究をしています。うん、で、一番やっぱり大事なことは、今美容に関する情報っていうのが、いろんな情報がもう、うん、ありまして、その中にはやっぱり
正しい情報と間違った情報があると思うんです、うん、でその中でやっぱりどういう情報が正しいのか、どういうことが科学的に証明されたのかということをやはり配信していくのが僕らの役目だと思って、うんうん、まあ、このような感じですね。研究室で、うんうん、まず皮膚の状態を測る機械を、うん、まあ、どういう機械を使うかというのが結構重要で、うんうん、はい、まあ、我々の研究室では皮膚の、生理的なその状況を測る精密機器を使ってですね、うん、測っている、まあ、こういう写真になります。はいはいはい、次、見せていただいてもよろしいですか。で、まあ、日本にはですね、はい、古くから、まあ、あることわざがありまして、それは、まあ、色の白いは非難隠すっていう、うん、まあ、言ってみれば色が白ければ、まあ、他にいろんな欠点があってもそれは全て打ち消されるという、まあ、言葉が、ございます。で、それはどういうことかっていうと、まあ、美しいというのは色白であるっていうことが、はい、まあ、昔から言われてたと思うんですけども、はい、ですけども、最近はですねちょっとその美肌の概念が少しずつ変わってきています、うん、でそれはどういうことかっていうと右側に書いてあるよりも、うん、若さを求める、うん、で簡単に言ってみれば実年齢よりも若く見えることが美しい美肌という、それやっぱり、まあ、そのようなことを、まあ、言われるようになってきまして、嬉しいですもんね。まあ、そうですね、色が白いことだけが、うん、まあ、一番いいというわけではない、うん、ということです、うん、で、ちょっと次の、スライドに移りますけども、はい、まあ、人っていうのは、まあ、生まれてから、まあ、大体20代前半ぐらいまで、体がどんどん成長していって、うん、まあ、そこで成長が止まって、うん、でその後の、まあ、人生っていうのがかなり長いんですけども、うん、まあ、その間はどんどん体が退行期という、うん、いわゆる老化の過程に入っていくんですよね。20代前半でピークなんですね。ぐらいです。はい。で、よく、はい、お肌の曲がり角という言葉があって、はい、うん、それがまあ何歳ぐらいかっていうのはよく聞かれると思うんですけども、だいたい20代前半ぐらいで、で、しかしその肌っていうのは臓器の一部なので、うん、別に肌だけが早く老化していくとかそういうわけではなくて、まあ、体全体のその老化っていうのがもう20代前半がピークで、そこからは少しずつ、まあ、老化していくっていうことになります。でただ人間はこの退行期がすごく長いので、うん、他の動物に比べるとすごい長いんです、だからこの退行期いわゆる老化の過程を楽しむっていうのが、うん、まあ、人間に楽しむ、そう、いいですね、楽しむ、その表現ちょっと人間に初めて聞きました。与えられたその特権なんです。動物、他の動物では退行期がすごく短いんですよ。だから、うん、まあ、そういうふうに考えていただくと、ね、少しその老化に対する向き合い方っていうのが変わってくるかなと思います。楽しめばいいと、はい、ただですね、この今ちょっと図にあるように、ね、まあ、どん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 、まあ、老けていくわけなんですけど、うん、年相応に老けていく方もいれば、うん、やっぱりその実年齢よりも若く見える人とか、うんうんうん、あと残念ながら実年齢よりも老けて見える人人っていろいろいます、うん、でその差は何なのかっていうことを、まあ、今僕の研究室ではその辺に注目しながら、うんうん、まあ、その原因が分かればですね、うん、まあ、早いうちにそれを対応すれば、そうですね、まあ、何年か先何十年か先に老けずにですね、うん、いけるんじゃないかということを、まあ、考えているわけです。で次、はい、送っていただけますか。老化の原因というのはいろいろあります、はいはい、まあ、一番の、まあ、皮膚の老化に関しては紫外線というのがやはり、まあ、シミシワたるみといわれる、うん、光老化という、うん、まあ、原因になりますので、まあ、それが一番大きいのは間違いはないと思いますから、うん、まずやっぱり紫外線の対策をするというのはとても重要なことかと思います、うん、ただそれだけではやっぱりないと思います、うん、皮膚は先ほど申したようにやっぱり臓器の一部なので、うん、まあ、体の中から老けていくっていうことは当然あると思います、うんうん、で、まあ、その中で一つ、まあ、僕が注目しているのは、まあ、これは2013年に海外の、うん、研究者たちが発表した論文の一つちょっとデータを今出してるんですけども、これは、まあ、50代から60代の男女600人ほどの方ですね、はい、うん、顔
顔の写真だけを見ていただいて、うんうん、でパネラーの人が、あ、この人は何歳ぐらいって予測をするんです。あ、まあ、要は見た目の年齢っていうのを、まあ、予測をしまして、これは女性の方は化粧を落とした素が すっぴん で、はい、でもう女性だけではなく男性も含めて、はい、化粧とか髪型とか衣服とかは全部除いた顔だけの、うん、その印象でこの人は大体何歳ぐらいって予測をして、はい、であの縦軸がその予測した見た目の年齢、うん、で横軸は何を示すかというと、いわゆる血糖値の高さなんですね、うん、であの右に行くとダイアビティーズって書いてあります。それは糖尿病の方なんですけども、うん、であの左側がノンダイアビティーズ、うん、まあ、糖尿病ではないんですけども、うん、それでも血糖値が低い人、うん、中くらいの人、高い人という感じで分類すると、うん、まあ、あのグラフに見て分かるように血糖値が高い人ほど老けて見えてしまうというのがあるんですよね。で、まあ、このあの発表研究データをもとにですね、あのやはりその老けて見えていくあのその一つの原因としてやっぱり血糖値っていうのは大きく関与するのかなということを今考えて、あの、まあ、その視点から今いろんな研究をしています。そうなんだ、はい、やばいんです、はい、結構血糖値高いんです、はい、で今いろいろ、まあ、うん、今うちは女子大生、はい、女子大なので、はい、まあ、20歳前後の女子大生が、まあ、たくさんいますので、まあ、そういう人を対象にいろんな研究をしていると分かってくることは、やっぱりその若い女性ですよね、うん、まあ、糖尿病までには至らないんですけども、うん、やはりその血糖値があのちょっと高めであったり、うん、あと、まあ、食事をした後に血糖値が上がって、うん、それがだいたい45分、うん、1時間ぐらいで、下がってくるんですけども、うんうん、その下がりが遅い子たちがいるんです、はあはあ、糖尿病ではないけど、まあ、糖尿病の予備軍のような子たちが、はあ、少なくないんですよね、はあ、だからおそらく、まあ、そういう子たちっていうのは普段の、食習慣であったり、うんうんうん、まあ、あの筋肉が少ないとか、まあ、いろんな要因があると思うんですけども、うん、なんかそういう、自分の生活習慣を、うん、ちょっと見つめて改めていかないと、うん、まあ、話を戻すと、うん、何年か先に、うん、人より老けるのが早くなるとか、そうなんですね、なんかそういうことに、うん、やはりつながっていくような、うん、気がします。一つちょっと質問していただきます、はい、その普通の血糖値、あの普段の血糖値ではなくて、例えば甘いものをいっぱい食べたと、はい、それはどうなんですか、はい、これはあの渡辺先生の専門でもあるんですけど、うん、その上がってしまった血糖値を下げればいいんですよね、うん、下げるためにはもう運動です、うん、そうなんだ、やっぱりその血糖値というか血液中のそのブドウ糖、グルコースを消費するのはやっぱり筋肉なんですよね、うん、で特にやっぱり足の筋肉が大きいかと思うんですけども、うん、まあ、食後にまあ、散歩をするとか、うん、まあ、そういうことをして、その血液中にあるグルコースを筋肉で消費してしまえば、まあ、先ほどのようなことにはならないので、その甘いものを食べちゃダメだとか、うん、間食しちゃダメというわけではなくて、うんうんうん、まあ、上がった分の、そのグルコースを消費すれば大丈夫かと思います。あ、なるほど。そうですね、最近のやっぱり、うん、特に若い女性は、うん、まあ、筋肉がどんどん減ってしまって、うん、まあ、見た目は、うん、まあ、そんなに太っているように見えないんですけど、うん、体脂肪率がすごく高くって、まあ、いわゆる生活習慣病の方々、うん、まあ、ぽっちゃりしたおじさんみたいな体の中になっちゃってるってことがすごく問題になっていて、我々の分野からもね、やっぱ運動不足の問題をね、学生に説明して、うん、運動しなきゃダメなんだよって言うんですけど、今のお話聞いてね、将来的にね、うん、こう肌に出てきちゃうよって言ったらね、もっとこうセット納得してやってもらえるのかなと思いました、ね、はい、ね、うん、だからやっぱり全部つながってるんだなということで、うん、で、まあ、今後やっぱ僕たちも運動とこう皮膚とちょっといろいろ一緒に研究できたらなと思って、本当つながっていきますもんね、はい、うん、で、まあ、僕が一番いつも言いたいことは、うん、皮膚っていうのは、うん、臓器の中で外から見ることができる臓器で、うんうんうん、自分の今
老け具合っていうのがどういう状況で進んでるかっていうのがある意味判断できるんですよ、うん、で、でも皮膚だけではなくて体の中の臓器も全て老化していきますので、うん、同じようにやっぱり老化していくっていうことを考えると、その皮膚だけのケアっていうことではなくて体全体の、まあ、ケアっていうことを含めて、うん、やはりその血糖値のコントロール、うん、ケアするってことは、うん、とても重要なことなのかな。なるほど、はい、じゃあ何こう上からいろんな高い化粧品使うとかいろんなこともやってこれを塗れば良くなるっていういうのではないと。いや、それも大事。それも大事なんです。それも大事です。もちろんそれも大事なんですけど、はいはい、外から、まあ、いわゆる外面美容というものと内面美容っていう、うんうん、まあ、両方がやっぱり大事なのかなと思います。うん、ああ、なるほどね。すごくね、勉強になったんですけれども、うん、それ以外に先生いかがですか。そうですね、うん、やっぱり日々の生活の中で、うんうん、はい、今先生言われた通り、うんうん、まあ、最初に言われてましたが、うんうん、まあ、我々こう運動の分野と同じで結構いろんな情報がこう錯綜してしまっていて、うん、もう何が正しいかとか、うん、まあ、そういったことをこう捉えることがすごく難しくって、うんうん、どうしても僕たちで言うとこう食事を制限したりとか、うんうん、ダイエットの目的で、うんうん、まあ、簡単な方に流れてしまって、うんうん、まあ、そういった皮膚に関しても、うん、何か塗ればいいとか、うん、まあ、そういうふうにやっぱ流れてしまう部分があってそうですよね、まあ、先生のお話聞いてると、うん、日頃の生活の中でやっぱ努力できることとか、うん、気にしなきゃいけないことってたくさんあるのかなと思いました、うん、ね、はい、本当にそう、私も本当にね、はい、塗ればいいのでは終わらないんだなってことが、ね、今日ね勉強させていただいたんですけども、はい、あ、で質問が、ね、質問が来てます、はい、はい、肌のシミをなんとかしたいですと。うん、コスメで外からできることを ことはしているのですが、効果があるようなことはないですと、はい、まあ、あるようなないようなです、ね、はい、栄養というか食べ物体の中から対策できないことはありませんかということで、うん、早速質問いただきました、はいはい、まあ、シミについてはまあ、いろんなシミが、まあ、実際ありまして、はい、まあ、その原因はメラニン色素が、はい、まあ、どこに溜まってしまっているかということなんですね。専門的なことを言うと、で、まあ、実際問題その溜まった部位によって、うん、消せるものと消せないものがあるかと思います。あ、うん、で、ただ、まあ、化粧品とかでやっぱりシミを取るような化粧品もやっぱりあることありますので、うんうん、そういうものを使うっていうのは一つの手なんですけども、まあ、先ほど質問にもあったようになかなかそれの効果がない場合もありますよね、うんうん、で、あとはじゃあ内面的にその食事とかで、うん、できるかというと、うん、まあ、古くから言われるのは、うん、一つやっぱりメラニン色素を過剰に作らせてしまうのを抑えるために、うん、その抗酸化作用のあるものを、うん、まあ、摂取するといいということは言われています、うんうん、まあ、よくあるのはそのビタミン C とかですね、そのような抗酸化作用を持ったものを取るといい、うん、ということは言われています、うん、あとはやはりそのシミの原因というのは紫外線なので、うんうん、まあ、紫外線をケアするということと、あと紫外線を浴びた後にもそういう抗酸化作用のあるような食品を取るとか、うん、まあ、そういうことがよりそのシミを作らせないという面では効果があるかもしれない。紫外線でこう塗る日焼け止めみたいなのがあるじゃないですか、はい、あれはどうなんですか。いや、それはもうまずはそれが大事だと思います。そうなんだ、はい、それは絶対にされた方が、うん、絶対というかお肌のことを考えるとした方がいいと思います。あ、そうなんですね、はい、まあ、今ちょっとシミの質問がありましたので、はい、今シミ取りのクリニックって結構人気でですね、レーザーで焼いてとかっていうのは、はい、結構男性も何人か私されてるとかって聞いて、はい、そのクリニックなんかもう超満員で予約が取れないみたいな感じになってるんですけど、はい、あれはやっていいものか本当に取れるのかって先生どうなんですか。レーザーとかで、はい、を使えば、うん、まあ、先ほど その化粧品とか、うん、まあ、美容食品とかでなかなか、うん、取ることの取れないシミとかを、うんうんうん、やはり取ることはできるかと思います。はい、はい、まあ、医師がやってくれることなの で、 あ、 そうですよね、まあ、それは大丈夫かと思います。大丈夫なんですね、はい、でもまたこうできてくるからね。そうですね、 そうですね、はい、やっぱりね日々の生活の中であれですよね、うん、まあ、また同じようなことしてたらまたそうですよね、できそうですよね、はい、でもまあ取れるんですよね、はい、レーザーもね。そうですね、はい、うん、なんかねもう本当に知ってるそういうところがもう予約が本当に取れないくらい
すごいって聞いたもんですからどうなのかなと思って、うん、すごく思ってやっぱり、皆様の美容に対する意識がすごく高くて、うん、そうですね。で、まあ、そういう業界あるいはその化粧品、うん、美容食品もすごくやっぱり大きな市場になっています、うん、はい、うん、でまあ、女性もなんですけど最近男性の方が結構こうレーザーで焼いてきたよっていう話で、はい、うん、まあ、お聞きするのに確かに男性もですね、うん、なんかこう、まあ、同化されたらすごくこうシミのような方が見えるので、はい、ね、はい、やっぱりあんまり美しくないですもんね。まあ、ない方が綺麗よね。ですよね。まあ、男性もぜひですね、その辺も気をつけていただいた方が、ね、あの美しい、はい、同時になれるということでね。そうなんですね。まあ、本当に、まあ、今日のお話はですね、まだまだ本当にお聞きしたいことがいっぱいなんですけれども、はい、まあ、あの、まあ、なかなか直接っては難しいと思いますけど、はい、ちょっとそういったこうところで先生がこう書かれたとかいろいろそういうので何かこうどこかを見たらもっと詳しく書いてあるよっていうのは、ね、ありませんか。うん、いや、まあ、愛知県内名古屋市等で、うんうん、まあ、あの講座したりする機会もありますので、ね、はい、まあ、ぜひそういう時にですね、はい、来ていただければと思います。あ、そうですね、はい、今日ご覧になってね、大口ね、教授のなんか美肌のセミナーがあったらもう行かれて直接ねいろんなこと聞かれるのがいいかなというふうになりますよね、はい、よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。ありがとう、勉強になりました。ね、はい、ありがとうございました。はい、はい、すごい子なんだって。